こんにちは、ミニマリステミニャンとタイプードルのジャスミンです。本日はですね、私は早期リタイア、ファイヤーを40歳ぐらいで目指しているんですけど、ファイヤーしたら何がしたいっていうお話、夢を語りたいなと思います。この動画を見て皆さんもリタイアしたら何がしたいかっていうのをいろいろ書いてみていただけると、今お仕事も頑張れますし、将来が楽しみになって節約とかもできるかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。皆さんもですね、早期リタイア、もしくはセミリタイアしたらこんなことしたい、もしくは死ぬまでこんなことして働きたいよみたいな将来やりたいこととかをコメント欄に書いてもらえると、見てる方もねすごく楽しいなと思いますし、今仕事が大変な人もみんないろいろ夢を持ってるから私も頑張ろうって思えると思うので、ぜひ書き込んでみてください。それでは本題いってみましょう。私はですね、インデックス投資などを活用して6000万円ほど貯めて、それを 4% で取り崩していって、まあ、月に20万円ぐらいのお金で生活していく。まあ税金とか引くともう少し少なくなるんですけど、そういう早期リタイア計画を立てています。でも会社辞めた後に何するのっていうのがね、皆さん人それぞれ違うと思いますので、私の場合はこういうことをやりたいよっていうのを共有していきたいと思います。最近ファイヤーがすごく流行ってるから、そんなね仕事辞めたってしょうがないでしょうとか、そのファイヤーに批判的な意見とかもあったりするし、逆にこう自分のお金、自分の面倒は自分で見れるようになって、会社に依存しないでお金からの独立みたいな、そういうのをしてからやりたいことをやったらいいよね、人生長いんだしっていう意見もあったりします。私は結構忙しくここ10年以上働いてきて、まあこのペースで結構ずっと働き続けるのって大変だなと思ったので、ある程度集中して働いて、その後自分の生活っていうのは今までのお金で生活していけるんだったらその方がいいし、その後お金に縛られずに自分がやりたいことをやって、お金稼ぐでもいいし、のんびり過ごすでもいいし、そういうのがやりたいなと思っています。で、具体的にどんなことをやっていきたいかなんですけども、結構タイムバケットって言って、年齢ごとに何をやりたいかっていうのを並べていたりします。私現在34歳です。今年35歳です。40歳ぐらいで早期リタイアできたらいいなと思うんですけど、まあそれまであと5年ぐらいっていうのはもう一生懸命働こうかな。私で仕事はね結構好きなんですよ。なので40歳までっていうのは仕事頑張って働いていこうかなと思っています。で、40歳過ぎて、じゃあお金が貯まって早期リタイアできるよってなったら何がしたいか。まずですね、早期リタイアして一番最初にやりたいのはやっぱり世界旅行ですよね。これはこう、セミリタイアとか早期リタイアしたい人はみんな言いますよね。今ね、ほんとね、コロナで世界に行けないっていうのがすごく辛いですね。私もともと割と、まあ、国内旅行もたくさんしたし、海外旅行もしてきて、海外まだね、でも行ってないところ皆さんたくさんありますよね。だから世界一周したいみたいなあるんですよ。で、今回やっぱコロナの問題とかで、年取ってから豪華客船、クルーズとかで、世界一周も船旅いいなと思ってたんですけど、やっぱりその年取ってからだとなんか感染症のリスクとか、なんか体力的な問題とかも出てくるから、マチュピチュ登ったりとか結構ね難しかったりしますよね。なんで、まあ、40代だったらまだ体力結構あると思うので、若いうちにですねそういった世界遺産とか見ていきたいなっていうのがあります。これね、本当は20代の時とかにこう世界中をこう働きながらあちこち行って、そんなにお金かけずに世界一周できるのがあるじゃないですか。そういうのねやっておけばよかったんですけど、そういったワーキングホリデーみたいなのがまあ30半ばとかになるとないんですよね。で、代わりにですね、ワンワールドとかでこう路線がですねいくつか決まってるんですけど、ビジネスクラスとかでも行っても100万円かかんない、70万円ぐらいとかで世界一周とかできるプランとかがありますね。なのでそういったものを活用していきたいなと思ってます。私ちょうど身の回りで世界一周してる人がいまして、まあ近所の20代の方はそういったワーキングホリデーみたいなのを利用して現地で働きながら、あちこち働いた分でご飯食べさせてもらって、あちこちいろんな場所を旅しましたっていう人で、あとご年配の女性の方で世界中をさっき言ったワンワールドみたいな感じでビジネスクラスで悠々自適にあちこち回りましたよって話とかを聞いて、あ、それいいなって、後者の方だったら私の年齢でもできるので、まあ、40歳とかになったら、まあ、そういうことをして、まあ、あちこち見ていきたいなって、特に年取ってからは見れないような場所、世界遺産で結構山の奥の方とかそういうところを見に行きたいなって、マチュピチュ見たいし、あとは私中国の桂林っていうところがすごく行ってみたいなっていうのがあって、自分がすごい好きだったゲームの舞台なんですけど、かなり山奥で、何ですか、ドラゴンボールの山みたいな、すごいこう、すっごいこう、なんか山がとんがってるみたいなところ、そういった大自然とか行ってみたいなと思うので、リタイアして、まず元気なうちはそういった、なんか世界のいろんな自然を見ていきたいし、そういった昔の遺産とかを見ていきたいなっていうのが、まずやりたいことです。で、あとは世界中あちこち見るだけじゃなくて、それをこう見ながら、例えばなんか SNS とか Instagram とか上げたりとか、またこうやって YouTube に投稿したりとかもいいですし、あとインターネットさえね、繋がっていれば、世界各国でお仕事もできたりしますので、40歳だとまだかなり元気が
ありますので、まあ、リタイア直後は旅行しつつ、そういったあちこちでネットを通じてお仕事とか軽くするのもいいかなと思っています。まあ、やっぱりですね、稼げるうちはですね、ちょっとでも働いてた方がですね、刺激にもなるので、まあ、自分のペースで働くっていうのがやっぱリタイアした後だとできるっていうのがいいですよね。旅行しながら働くってサラリーマンで無理じゃないですか。なんでそういう働き方っていうのもちょっとやってみたいなってのがあります。というわけで40代のうちは世界中をあちこち旅しながらネットでできるようなお仕事をしていくと。45歳過ぎてから40代後半の方はですね、あちこち回っていくのも10年とか見てたらそんなにね回るところもなくなってきますので、まあ、後半5年くらいはその中で見つけた住みよい土地、自分に合うような土地で海外の生活をしてみたいなと、一回そこに安定して住んでみたいなっていうのがあります。もともと私結構ハワイが好きで、どうして好きかっていうと乾燥していてカラッとしているっていうのがすごく好きで、ジメジメしてるのちょっと苦手なんですよね。なのでハワイ何回か行ってるんですけど、ハワイねちょっと高いんで、まあ、似たような自分に体に合うような気候のところを見つけたら、まあそういうところでのんびり過ごしたいなと思ってます。私結構ヨガ好きなんで、ハワイ行った時も大体朝の7時ぐらいから朝ヨガをこうビーチヨガとか、あと芝生の上でやったりするのすごい好きなんで、もしハワイに住む場合はヨガのインストラクターの資格事前に取っておいて、まあ、そういったあのヨガの教室とかしたりとか、午前中そういった運動とかねしながら生活していきたいなと思います。続いて50歳以降ですね。50歳以降または日本に戻ってきたらっていうのもちょっと考えてたりするんですけど、まあ、10年ぐらい世界あちこち行って日本に戻ってきましたっていう風にした場合ですね、私結構不動産好きなんですよ。で、不動産投資もちょっとやってたりとか勉強してたりとかもするんですけど、まあ、将来的にはもう私動物が好きなんで、1階がドッグカフェのマンションとか経営できたらいいなとは思っていたりします。で、そこですね、ご近所の方とかがこうワンちゃん連れてきたりとか、なんか他の動物でもいいんですが連れてきておしゃべりできるような環境っていうのがあるといいなと思います。私自身もですね、やっぱドッグカフェすごく行くんですよね。今日も実は友達と行ってきました。で、そこにね、いろんなワンちゃん見るのもね楽しいですし、店員さんも話しかけてくれたりとか、私住んでるところ結構犬 OK のところがね何軒もあって、それ楽しいなとは思っているので、まあ、私自身もそういうお店、なんか居心地のいい空間を作れたらいいなと思います。こういうのも結構お金かかるから、なんかどこまでできるかはわからないんですけど、まあ、あの時間はね無限にありますので、そういったなんかみんなと交流するような場所っていうのを持てるといいなっていうのはこれはねあります。あとはね、不動産経営で、まあ、上の部屋とかは賃貸で貸したり、まあ、ワンちゃん猫ちゃん OK のお部屋として貸し出したりとかできたらいいなとは思っていますね。まあ、そこの大家さんとしてカフェオーナーとしてやっていくみたいな感じですね。で、あとはですね、私自身動物以外にも結構お子さんとか子供も好きなんですよね。お年寄りも好きだったりします。今現状お父さんとかお母さんと暮らせなくて困ってる日本の子供っていうのが、まあ、年間5万人ぐらいいらっしゃるみたいなので、まあ、50代だったらまだ時間も元気もありますので、まあ、そういった親と暮らせないお子さんとかの力になれたらいいなと思って、そういった方と一緒に暮らしたりとか、まあ、そういったなんか援助とかっていうので、まあ、活動とかに参加していきたいなと。で、動物とお子さんと触れ合う、そこにお年寄りも来てくれると嬉しいですね。そういった地域の方とかいろんな年齢の方が集まるような場所を作って、まあ、みんなで楽しく暮らせればいいし、そこでなんか子供の成長とかを見守っていくみたいな活動がしていきたいなと思っています。で、続いて60歳以降ですね。60歳以降はもう基本的にさっきの50歳以降のと同じ感じにはなっているんですけど、やっぱり動物飼ってなんか地域の人と交流深めながらのんびりしたいとか、何か助けが必要なお子さんとかの面倒見ていったりとか、そういうのをねやっぱずっとやっていきたいですね。まあ、今でも地域活動結構好きでですね、地域のゴミ拾い行って、なちっちゃい子とかお年寄りとかと一緒になってゴミを拾ったりとかね、すごい楽しいんですよね。朝ね早く起きてそういうのをやって、こんなにゴミ取れたよとかね、すごいちっちゃい子と、ね、一緒に比べたりとかね、ちっちゃい子がねこんな大きいの取ったよみたいな、まあ、そこまで喋れるわけじゃないですけど見せてくれたりするんですよね。そういうのすごい楽しいなと思いますので、まあ、そういった地域に根ざした活動とかを引き続きやっていければいいなと思いますね。やっぱり年取ってからそのね世界中旅するっていうよりは、そういった地域の方とのね交流をしていきたいなっていうのはあります。結構私あの60以上の方とお話しする機会とかも多くて最近だとその老人会館みたいなところが、コロナの前とかはなんか行くといろいろパソコン教えてくれたり手芸やったり、なんかみんなでいろいろ活動しててすごい楽しいみたいなことをですね知り合いの方がおっしゃってて、それすごいいいなと思って、ダメだよ60歳以上じゃないと入れないわよ、あんたまだ若いわとか言われたりして、なのでまあそういったあの60以上になると、そういった老人会館みたいなところとかも行って、まあ、いろんな方とねあの活動したりとか、逆に自分が教える側になったりとかもねできたりすると思いますので、年取ったら年取ったなりにね楽しいことがいろいろ出てきますので、そういった活動とかにも参加していくのが今でもねすごい楽しみです。まあ今でもですね、週に何回か朝ヨガ7時から行って、まあそこで70代の方とかと一緒にヨガしながらですね私もねかなりあの頑張っているので負けないようにやってるんですけど、まあ長年やっぱりいろんなスポーツとかやられてる方はね、すごい自分より筋力とかねあったりしますから、70過ぎていても、まあ、それ負けないように頑張ったりして、一緒に切磋琢磨しながらもう何年も一緒に楽しく活動してたりします。まあ、結構今話した話もですね、今もともとやってることの延長線だったりします。お子さんの話とかも、もともと自分が小さい頃学校に通えない時期とかがあって辛かったこともあった。で、大人になってからですね、会社の方と一緒に学校に通えない子供と一緒に遊ぶボランティアとかにずっと通ってたりしてたんですね。で、そこでお子さんとの交流を通してですね、
自分が何でしょう、ボランティアするっていうか、そう、お子さんの成長を見ていくのがすごい楽しいし、一緒になんかするっていうのは楽しいなって思ったんですよね。なんか自分も役に立てている気もして、すごいありがたいなと思いますし、なんかこういったボランティア活動って、私もそんな別に偉そうにやってるわけじゃなくて、なんかこれ勝間和代さんがすごいいいことしたんですけど、いつ自分がそういうことにボランティア必要になる、なんか助けてもらう必要がある立場に変わるか分かんないじゃないですか。なんか急に体が使えなくなっちゃうかもしれないし、何かきっかけはね、みんな人それぞれで、なんかなりたくて学校に通えなくなったわけじゃないし、なりたくて病気になったりとか怪我してるわけじゃないので、なんかそういうのがいつ自分に起こってもおかしくないと思うので、まあ普段からそういう方に寄り添っていくような活動をしていくっていうのは自分のためでもあるんだよって話をされてて、あ、それすごいいいなと思って、で私も実際にそういった活動とかに参加すると、それ自体すごい楽しいですし、そこであの小学生の子とかに折り紙教室開いてもらってて、すごい上手なんですよ。で、私なんかちょっと折り紙苦手だからね、あんま綺麗にできないんですけど、こうやるといいよとか教えてもらって、その小学生の方に宣伝してもらって、私一生懸命ね、折り紙したりとかするのも楽しいし、もう本当、いくつになってもね、そういった年齢関係なく学びってあるので、すごくいいなと思ってるんですよ。なので、私今回行ったのは、今までの経験の延長で、まあ、それが今まで楽しかったから、まあ、そういう活動をこれからもしていきたいなってところです。だから、これからも新しい活動をどんどんやったりとかしていく中で、もっとこういうこともやりたい、こういうこともやりたいなっていうのが出てきちゃうんですよ、私は。なので、早期リタイアしたら、そういうもっとこういうのやりたいっていうのをどんどんやっていきたいなと思います。で、また、仕事も結構ね、好きなんですよ。私、小さい頃からやりたい仕事をね、結構やってはいますので、まあ、それもですね、会社に属さなくても、今個人で何でもできるっていうことありますので、まあ、自分のやりたい仕事を自分のやりたい範囲、可能な範囲とかでやっていくっていうのも、まあ、これからの働き方としては、すごく増えていくのかなとは思ったりしますので、まあ、世界中旅行しながらとか、ドッグカフェを営みながらとか、地域交流しながら、そういった自分のやりたい仕事もしていくっていう生活をしたいと。なので、私はファイアしたいっていう感じです。まあ、それ自体っていうのはすごく選択肢としてね、広いものなので、やっぱりその会社に属してるとかっていう状態ではなくて、自分が経済的独立を果たしている状態で、いろんな選択肢が取れるってことになるのかなと思ってます。皆さんいかがでしょうか？この話を聞いてみて。まあ、もちろんファイアしたい方いろんな方がいますので、今の仕事がすごく辛くて精神的に辛いから、何か経済的にね、独立したら自由になれるので、お休みしたいっていう気持ちも込めて、のんびりしたいっていう気持ちも込めて、そういうのをファイアしたいっていう方もいらっしゃいますし、私のように今までやってたこともっといろいろやりたいわっていうので、ファイアしたい方もいるし、まあ、仕事がね、楽しいから独立したいっていうので、独立のために時間作るためにも、まあ、セミリタイアというか、自分の稼ぎっていうのは、そこまでね、やりたいことベースだと稼げるわけではないっていう仕事もあるので、それプラスアルファっていう部分は会社員時代に貯めておいて、独立してやっていくこともできる。まあ、自分の面倒を自分で見れるような状態になって働きていきたい。そういう新しい働き方をしたいっていう方もいますよね。まあ、いろんな形があっていいと思います。なのでですね、皆様人生長いようで、やっぱり一回しかなくて一瞬なんですよね。この人生は誰も代わりは聞かないし、一瞬なので、まあ、自分がどういうことしたいかなっていうのをいろいろ書き出してみると楽しいんじゃないかなと思います。今話した内容も今の私がやりたいことなので、と5年後はまた新しいことができてると思います。そんな時に自由な選択肢ができるように今私は準備しておきたいなと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。またツイッターもやっていますので概要欄からフォローしてください。それではバイバーイ。